で、今スリランカ来ましたけど、結構やっぱ皆さん心配してる方多いと思うんですね。で今実際にそのまあ観光の人とかもキャンセルをして、で結構なんか、ね、ホテルの人が困ってる人とかも多いみたいなんですけど、今現状来てみたら本当に普通通り動いてるんで、逆になんかまあキャンセルとかねしちゃうと現地の人も困るだろうと思うので、ぜひ皆さん普通通り遊びに来て、でもスリランカとして もう観光客の人来てもらうのは本当ウェルカムな状況になってるみたいなので、ぜひ皆さん来てください。